画面の前の皆さんこんばんは、空白の小野勇気です。そうなんです、皆さん残り3話なんです。来週もメリダとエリーゼ頑張っちゃうんです。成長目覚ましいメリダ先生もゲットきた。でもこのまま最終回まで行っちゃっていいんですか。いいんです、この勢いで行っちゃいましょう。来週もぜひよろしく。わ、次回アサシンズプライド第10話迷宮図書館、お嬢様の覚悟を認めさせる絶好の舞台です。